皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は玄関前を華やかにする方法2023年度版後編ということで、前回仕上げたこの辺りの寄せ植えも使いながら、さらに様々なアイテム、そして花々を使って玄関前を華やかにしていきます。このシリーズもう3年目になりますが、自分史上最も華やかになったんじゃないかなと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。まずは玄関前を華やかにするパーツの一つといたしまして、植木鉢に花々を植え付けていきます。こちらは日々草のブラックスワン。こういうタイプの日々草も出たんですね。もう結構前からあるんでしょうか。私は今年初めて出会いました。表は黒っぽい色合いで、裏は白っぽくなっています。このブラックスワンに合わせるのはやはりブラックの植木鉢にしました。こちらの植木鉢に植え付けていきます。これはホームセンターで鉢底石100円詰め放題っていうのをやってたのでパンパンに詰めてきました。これをまずは入れていきます。鉢底石を入れた後は土、培養土と、あとは赤玉土、あとは再生させた土を混ぜてあります。そこに緩効性の化成肥料を加えまして、日々草は直根性の植物ですので、根鉢は崩さずにこのまま植え付けていきます。前回作ったウェルカム寄せ植えで入れ込んだ日々草のメルモもそうですけれども、日々草も様々な種類が増えましたよね。いろんな日々草が増えて、夏場のガーデニングも華やかになって、楽しみの幅も広がりそうです。さあ、こんな感じで日々草のブラックスワン植え付けました。玄関前で寄せ鉢を楽しめるようにいくつか鉢物を準備していきます。続いてはミニひまわりスマイルラッシュ。やっぱり夏はひまわり欠かせませんね。このスマイルラッシュは分枝性に優れて花もたくさん咲かせてくれるようです。では植え付けていきましょう。ミニひまわりスマイルラッシュはこの素焼き鉢に植え付けることにします。ひまわりも直根性ですので結構根っこが回っていたんですが、一応根鉢は崩さずに植え付けました。スマイルラッシュという名前の通り、たくさん笑顔のような花を咲かせてもらいたいと思います。もう一鉢作っていきましょう。こちらはイソトマ。そしてイソトマと一緒に昨年ダイソーの鳥かごを使って寄せ植えで使ったアスパラガスプルモーサス、こちらは2株一緒に植え付けていきます。植え付ける鉢はこのブリキの鉢にしました。そこには穴が開けてありますが、だいぶ錆が進んでいるんですけども、こちらに2つ並べて植え付けました。さあ、それでは玄関前を華やかにするアイテム、さらにいくつか仕上げていきます。使用する花材はこちらの日々草。これはいわゆるスタンダードなタイプの日々草になります。暑さにも、そして強い日差しにも負けず、次から次へと花を咲かせてくれます。日々草と合わせて植え付けるのがこの斑入りの白鳥毛です。開花期間は 4、5 月頃と書いてあるので、多分花はもう終わっているんだと思うんですが、この斑入りの爽やかな葉っぱの感じが玄関前に欲しいなと思って購入しました。植え付けるのはこちら、額縁風のプランターです。私結構気に入っていて、もう何年も使っています。タイルが1枚剥がれてしまいまして、あのタイルが見当たらないんですよね。ですが、今回このまま使っていきます。
だいぶ色も褪せていたんですが、今年の春オイルステインを使って色付けを行いました。植え付けスペースには一応防草シートを敷いておきます。そこに土を投入しまして、余分な防草シートはカット。土には緩効性の化成肥料を元肥として加えてあります。日々草はこの辺り。そしてこの白鳥毛ですが、2株に分かれそうなので株分けをして使っていきます。こんな感じで分けまして、日々草の右側、そして左側と、ちょっと額縁から出るような雰囲気で植え付けました。この額縁風プランターはアイアンの低めのイーゼルに立てかけて玄関前のアプローチに飾っていきます。そして次のアイテムに使う花材もこの日々草です。こちらは小さい苗が4つ連なっている日々草の4連苗。小さい苗がそれぞれ独立した器に入っていますので、使い方の幅も広がりそうです。この日々草を植え付ける器はこちらのダオン鉢ではなく、ハンギング仕立てにしていこうと思います。植木鉢ばっかりじゃなくて、こういったハンギングをはじめとしたさまざまな飾り方があった方が、より玄関前が華やかに楽しくなりそうです。日々草は加湿を嫌い、水はけのいい土がいいということで、このハンギングはちょうどいいのかもしれませんが、夏場は結構このハンギングって水切れが予想以上に早いんですよね。なので油断すると干からびてしまう可能性もあります。水やりはこまめにしなければいけないかもしれません。植え付けた後はこちらのアームにかけていきます。この雰囲気なかなか可愛らしいんじゃないかななんて自分では思いますけれども、これで一応植え込み植え付け作業はすべて終了です。この後もう一つだけアイテムを作っていきます。これは DIY で出た端材ですね。この端材を2つに切っていきます。ちょっと久しぶりにやってみますか、ノコギリのモノマネ。いきますよ。お付き合いいただいてありがとうございました。実際聞いてみると、本物のノコギリの音と私がやっているモノマネのノコギリの音はやっぱり違うんですよね。なので今後より本物に近づけていけるように研究そして練習をしていきたいと思います。またいつかご披露させていただきます。この端材を使って仕上げるアイテムなんですが、こちらはですね、以前黒板として使っていたものなんですが、真ん中の部分、黒板の部分が古くなって使えなくなってしまったので、枠だけ取っておいたんですね。で、この枠の雰囲気がとても気に入っていて、なんか使えないかなと思ってずっと取っておいたものを今回玄関前を華やかにするために使っていきます。この枠に先ほどカットした端材を取り付けます。両側にネジで打ち込みまして、こんな感じにしてみました。これを後ほど玄関前を華やかにするアイテムの一つとして使っていきます。では用意した数々のアイテムを玄関前のアプローチにレイアウトしていきましょう。夏場はコンクリート結構熱くなりますからね、ちょっとレンガを敷いてその上に鉢を置いていきます。まずは前回仕上げたハロー寄せ植え、
このハローという字がより見やすいように、後方には少し厚みのあるレンガを置いて、少しだけ傾斜をつけていきます。まあ、今考えると、ハローの文字の部分だけ少し傾斜をつけて見やすいようにしてもよかったかななんて反省しています。反省点は次回に生かしていきましょう。こちらにもレンガと板を使って簡単な花台を作りまして、まずはミニひまわりのスマイルラッシュ。で、その隣には今ちょうど見ごろを迎えていますアジサイ。これは昨年挿し木をした1年生ですけれども、綺麗に咲いてくれたのでアジサイを置いておきます。ひまわりとアジサイのコラボレーションもなかなかいいですね。で、この手前の段には100円ショップで購入した、100円じゃないかもしれないアイテムですが、アイアンのカゴを置きまして、ツルニチニチソウを置くことにしました。もう花は終わっているんですけれども、長く伸びたツルが風に揺れて涼しげだなと思ってここに置きます。そしてハロー寄せ植えの後方には少し高さのあるアイアンの花台を置きまして、この花台にはやはり以前仕上げましたペンタスやサギナ、そしてクフェア、ローダスブリムストーンなどを使って仕上げた和風寄せ植え、盆栽風の寄せ植えをここに置いておきます。そして反対側に行きまして、やはりレンガを敷いた上に前回仕上げたゴールドクレスト寄せ植えを置きます。ゴールドクレストとアイビー、そして手作りモルタルハウスにダイソーで購入したレモンとスターフルーツの置物をあしらった寄せ植えです。こんな感じですかね。で、この手前のスペースには先ほど仕上げました日日草と白鳥毛を使って仕上げた額縁プランターを置いておきます。このようにアイアンのイーゼルに立てかけて飾りました。もう少し日日草が成長してくると額縁から飛び出るような雰囲気になっていくんじゃないかなと思います。こちらには手作りの花台、低いものと高いもの2種類を置きます。そしてこの花台の上にやはり先ほど仕上げましたイソトマト、あとはアスパラガスプルモーサスの寄せ植えプラス日々草のブラックスワン2鉢置いておきます。日々草はちょっと切り戻しをしても良さそうな雰囲気ですね。手前の空いているスペースにはこのオブジェを置いておきます。そして手前の低い花台には手作りのキャラクター植木鉢くんの親子を置いておきます。ダイソーで購入した小さな素焼き鉢にアマゾンで購入した目をつけて、そして穴を開けて紐を通して足をつけて作りました。それとこちら、今年購入した、まあ、新しいアイテムですね、カエルと、あとは長年私のガーデンにいるハリネズミくんも置いておきます。その横には先ほど仕上げました日々草のハンギング、この辺ですかね。出入りの際に万が一ぶつかってしまうと倒れちゃう可能性があるので、一応レンガで足元を固定しておきます。さらにちょっと奥まったところのスペースにはやはり手作りをしました木箱を置きまして、この上に前回仕上げました、シックな寄せ植えを作ろうと思ったけど結果シックにはならなかったというウェルカム寄せ植え、これを木の箱の台に載せておきます。アプローチの横にちょっと視線を移しますと、こちらにですね、風車が立っています。
で本来は風を受けて回るはずなんですけれども、西洋人参木がちょっと成長しすぎちゃって風車が回らない状態に今なってるんですね。なので西洋人参木の花が咲き終わったらちょっと切り戻しをしようかなと思っています。で西洋人参木の手前のスペース、こちらにワンアクセント置こうと思いまして、これはですね、以前リサイクルショップで購入した確か500円ぐらいだったんですが安く購入できたベンチです。今までは奥のガーデンで人間が座るベンチとして使っていたんですが、夏の間ちょっとここに置きまして、そして先ほど作った額縁をこんな感じで置きます。そうすると皆さん、これ絵画のようにも見えませんか？天然の西洋人参木を使った絵画がここに出来上がりました。この額縁を麻紐で固定していきますが、多分西洋人参木の花が咲いたらもっと素敵な絵画になると思います。この絵画の手前にはサントリーフラワーズさんの花手まりバーベナですね。掘り出し物コーナーで見つけて今復活させ中です。その横にはもみじ葉ゼラニウム、水差しで増やしました。バーベナともみじ葉ゼラニウムを置いて彩りを添えていきます。こちらにもうワンアイテム飾ります。ダイソーで購入した花台と同じくダイソーで購入した器、この組み合わせは昨年も行っているので覚えていらっしゃる方も多いと思うんですが、昨年までは奥のメインガーデンに置いてありました。水を入れて、そして花びらを浮かべてフローティングフラワーのコーナーを作っておきます。今回はキキョウとアジサイ、そしてビオラを浮かべました。この辺の花々はその時々によって変わっていきます。では仕上げのチョークです。今回は6月にちなんだ絵を描いています。まあ、私は本当下手くそなんですけども、こうやってチョークで黒板にイラストを描くのが好きで、毎回二十四節気にちなんだイラストを描いて玄関先に飾っています。黒板に二十四節気のイラストを描いていると、なんとなく季節の移ろいも感じることができるので、私は結構好きです。イラストを描いた黒板を玄関先にある手作りのレンガの壁にかけて、作業終了です。玄関前を華やかにする方法、2023年度版はこのような形で仕上がりました。ちなみに2022年度版、2021年度版も動画で上がっております。ご興味のある方はぜひご覧ください。下記の概要欄にリンクを貼っておくのと、あと2022年度版に関しては今右上にリンクが出ております。そちらをタップしてみてください。玄関前を華やかにしていきましたが、まあ見方によってはちょっとごちゃついてるなっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれません。まあこの辺は好みですかね。シンプルな玄関先がいいという方もいらっしゃるかと思います。何か一つでも参考になったら嬉しいなと思います。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただいて、一緒にガーデニングや園芸楽しんでいきましょう。ちなみにこの日は梅雨晴れの一日で非常に暑かったです。これから梅雨が明けると猛暑がやってきます。皆さん、くれぐれも無理はせず、体調には気をつけてガーデニングや園芸楽しんでいきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。